皆さんこんにちは、トータルゴルフィットネスの菅原です。今回はプロゴルファーを目指す清水蔵之介くんのトレーニングを解説していきたいと思います。特に柔軟性を上げるエクササイズですので、ジュニアの方そしてプロゴルファーを目指す方にぜひ見ていただきたいエクササイズになっています。では説明していきます。まず最初にアイアンクロス、両手伸ばした状態、真横に広げた状態で膝をピーンと伸ばした状態で逆側の指先の方に体をねじっていきます。その時に軸足となっている膝もしっかりピーンと伸ばします。背中側、お尻の方を中心に伸ばしています。注意点としては逆側の肩が浮かないように気をつけながら行います。左右10回ずつ行うといいと思います。ぜひやってみてください。続いてはアダクター&ソラシックローテーションを紹介します。股関節の外転可動域を上げながら上半身の胸椎回旋可動域を上げていくエクササイズになります。特に下半身は内転筋、内ももが伸びているようなイメージ、そして上半身は大胸筋と肩甲骨の動きを意識しながら行っていくといいと思います。左右両方10回行っていきます。特に下半身しっかり安定させて、片手で地面を押しながら上になっている手は柔らかく真横を向くようなイメージで行っていきます。続いてのエクササイズはワールドグレイティストストレッチです。体をダイナミックに使って上半身を回旋させ、そして股関節も柔軟に使っていく、これはこのエクササイズはこれだけでも非常に全ての全身運動になるんでおすすめのエクササイズです。肘をつき、逆側にねじり、左右両方ねじる、そしてももの裏を伸ばす、この繰り返しを行っていきます。体を回すときに腰が反らないように気をつけながら大きく伸ばしていきます。続いてのエクササイズです。トゥータッチプログレッションです。このエクササイズはももの裏が硬かったりお尻が硬かったりアドレスがしっくりいかない方、非常に有効的なエクササイズになります。やり方は万歳した姿勢からゆっくり指先を地面の方に倒していくんですが、その時にお尻を後ろに引き込むようにしながらエクササイズしていきます。大きく息を吸って吐きながら前に倒します。終わった後には非常にももの裏が柔らかくて前屈しやすいことに気づくと思います。続いてはプルオーバーデッドバグです。体幹を安定させて軸を作る練習です。万歳した姿勢から片足を伸ばす、また万歳した姿勢から逆足を伸ばす、この繰り返しの動作です。で、万歳した時、手を伸ばした時、足を伸ばした時に腰が反らさないように意識します。どうしても万歳した時に腰が反りやすくなるので、そこをしっかりお腹に力を入れながら腰を反らせない練習をします。腰を反らせないことで軸が安定し体幹部が安定してきます。ウォーミングアップの体幹としては非常にこれも有効なエクササイズです。続いてがコーンタッチです。片足立ちになって目標物に向かって指先でタッチするエクササイズなんですけども、この時ですね、側関節、膝、股関節の安定性を養うエクササイズとしては非常に有効的なエクササイズになります。膝をあまりグラグラ動かさないように、そして前に手をついた時には頭から足先までがまっすぐになるようなイメージを持ちながら行ってください。
左右両方10回行ってください。続いてが上半身の動きを改善する肩甲骨の安定性を良くするエクササイズです。外旋の動き、そして手を伸ばした状態で内転の動き、この2つのエクササイズを軽いチューブで行うことで上半身の力が抜けて姿勢が良くなります。姿勢を良くした状態でメインのトレーニングをする、こういったウォーミングアップすることで非常に上半身の動きが良くなります。続いてのエクササイズも肩甲骨の動きを良くして肩周りの安定性を改善させるエクササイズになります。壁を使って肘を上下に上げていきます。上にした時に腰が反らないようにコアを安定させて、肘を上にした時に僧帽筋、肩に力が入りにくくしてあげながら上下に動かしてあげます。右と左10回ずつ同じように行ってみてください。コアを安定させ、上半身を上に上げることで猫背との姿勢を改善させるエクササイズ、特にウォーミングアップでは姿勢を良くするためのエクササイズをたくさんすることでメインのトレーニングが非常に効率よくトレーニングできますので試してみてください。